シトラスリボン運動を知って、こういう、運動の仕方もあるのかなということですごく興味を持ちました。で、実際にこのシストラスリボンを自分で作ってみて、なかなか最初は大変でうまくいかなかったんですが、まあ、やってるうちにやっと形になることができて、でそれを、パッソのスタッフの方に、相談させていただいて、みんなで作ってみようということを、相談させていただきました。で、作ったものを、まあ、実際に使ってみて、まあ、ちょっと結び目が緩んだりほどけたりっていうこともあったんですが、固く結んだりとか、接着剤でくっつけたりとかしていただいて、やっと今の形にはなったんですが、ストラスリボン運動の、趣旨の、家庭社会職場がうまく結びつくっていうところでいくと、まあ、一つの考え方につながったのかなっていうことで、とても良、かったなというふうに思ってます。で、まあ、このシトラスリボンを今後、毎月1回送っているパソ新聞の中に、入れて、送付ができたらいいなっていうふうに思っております。で、まあ、今後スタッフや利用者さんが、まあ、身につけることで、いろんな発信ができたら、いいかなと思っております。あと心のリボンが、広がっていければもっといいかなというふうに思います。みんなで作りました。